こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はダイヤのエースのガチャ券3回目ですね。いきましょう。で、まあ前回と同様で10連やっていきます。メラメラと TR 集まってほしいな。うん、サナダと、お兄さんが欲しいんだが、メラメラと、フピアばっかりだな。3回目です。もう本当に喋ることもなくどんどん回していく感じですね。イサシキさん、イサシキさん PR 来てもなって感じですね、正直。で、前回は沢村でしたね、 SR に関しては。で、今回はさすがに出ないかな。リュウキさん結構出ますね。行きましょう。PR、PR って感じですね。フルだ。もうバンバン行きます。伊佐敷さんと。伊佐敷さんはいらないんだけどな。お、くぐりましたね。これはもう何もないですね。秋葉と。PR 結構増えますね、本当に。ダイヤ勢は。ダイヤ勢はって話ですね。おお、また SR だな。うわー、真田、超激レア。いやー、これ、なんか祭りですね、完璧。なんかがついてますね、間違いなく。あ、PSR また来たな。これ僕がついてるのか、排出率上がってるのか、どっちか、多分後者だと思いますね。さすがに2回連続はないと思うので。で、あと2回ですね、10連なんで。おお、連続できた。おお、ただのこれなんか排出率かな。もう一枚いきます。流れが完全に来てますね。何かなりみなと。はい、ということで今回も PSR 出ました。すごいな、この PSR 率。ちょっと何でしょうね、驚きです。動画のネタ的にもよっしゃっていう感じと、真田はその初期評価のところがネックなので PSR で出たらもうかなり使えそうな感じしますね。ただ真田 SR で持ってるからなって感じだったんですけどね。まあ贅沢言えないですね。SR 出るだけで。で、ただのも出ましたと。キャッチャーかまた。またキャッチャーかって感じですね。はい。いやー、こんだけ出ると本当に、織姫ガチャは爆死したんですが、もう全然満足っていう感じですね。まあそういうことなのかなって感じですね、もろもろ。はい。また、別の動画で撮っていきます。で、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターの、アカウント名と直リンクを動画のコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。
また次の動画でお会いいたしましょう。